水痘帯状疱疹ウイルスとは、ヘルペスウイルスかバリセロウイルス属に属する DNA ウイルスである。水痘帯状疱疹の病原体、DNA ウイルスのヘルペスウイルス化に属するウイルスの一種で、学名は、ヒューマン・ハーピース・バイラスさん。ヘルペスウイルス化の中では、アルファ、ヘルペスウイルス赤に属し、同じ赤に属する単純、ヘルペスウイルス1型及び2型とは、 類似点が多い。人に対して、追悼と、帯状方針を引き起こす。初感染時に追悼を引き起こす。自由後の非活動期は、神経細胞周囲の外頭細胞に潜伏しており、何らかの原因で、免疫力が低下すると、ウイルスが再び活性化し、帯状方針を引き起こす。追悼、帯状方針ともに診断は皮膚における特徴的な発疹によって行われる。 典型例では実験室診断は必要ない。ヘルペスウイルスなので、アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルが有効。水筒、帯状疱疹とも同容量を使用する。また、水筒ワクチンも有効であり、重篤な感染を引き起こす可能性がある発血病時には生ワクチンを投与することもある。水筒ワクチン、帯状疱疹ワクチン日本では長く任意接種で、 あったが、2014年より、定期接種となった。1歳になってから間隔を空けて2度の接種を行う。2006年、アメリカ合衆国では60歳以上の人へ、体重方針予防目的で、体重方針ワクチンが開発され、投与が推奨された。2011年には FDA が、適用範囲を50歳以上に拡大し、より広い年代への接種を進めた。 若い人ほどワクチンの効果は強く、60歳代なら70%近い減少効果があるが、80歳代になると18%の減少効果となる。また、体重方針後神経痛のリスクを6割減少させることができる。ワクチンの効果は前減傾向があり、5年経過以降についての効果については未確認である。日本でも、 2016年より50歳以上の方への体重方針予防目的でのワクチン投与が認可された。日本でゾースタワックスは認可されていないので、小児用の水筒陽性、ワクチン、利権が転用されている。2020年1月より体重方針サブユニットワクチン、シングリックスが認可、流通している。ありがとうございます。